はい、高尾まではですね、京王線に寄り道しながらですね、大体9時に、高尾に着くことができました。これからはですね、必要時 JR 線に乗って松本方面へと向かっていきたいと思います。しかし途中でですね、乗りたいの路線が、この線はですね、中小辰野線と呼ばれるですね、まあ、中央本線の大八回りと呼ばれる路線です。まあ、あの路線乗ろうと思えば乗る機会ないので、ちょっと乗りたいと思います。それじゃ改札内に入ります。次の電車は9時18分の甲府行きです。はい、この止まっている電車でございます。じゃあ乗りましょうか。甲府に到着しました。まあ、すぐにもですね、乗り換えたいと思います。こちらの松本行きに普通に乗車して松本方面へ目指します。はい、岡谷に到着しました。まあ、ここからですね、第8回りと呼ばれる路線を通って、ちょっと遠回りですが、辰野を通って塩尻へ向かいます。目の前に見えるのがですね、天竜峡行きの列車です。3分乗り換えなので、ちょっと急がないといけません。まあ、辰野駅でまた乗り換えるんですけど、その列車もですね、3分乗り換えなので、まあ、うまく乗り切れるようになってんなってね、つくづく感じますね。ちなみにこの車両はですね、JR 東海の車両です。まあ、乗るのは東日本の区間なんですけど、まあ、大体飯田線直通が基本ですからね。まあ、ほとんど JR 東海
そうですね、まあ、一部と言ってもいいかなと思います。はい、この列車は普通列車の天竜橋行きワンワン列車です。次は川口です。川口です。第8周りには性格が異なる2区間があります。この地域で緑の路線のうち、岡谷から立つのと立つのか勝利は明確に路線の設置が異なります。今乗って岡谷から立つのは、飯田線の一部みたいになっています。そのため1時間1本を走っています。しかし、立つのから勝利はそれ以下のローカル線と化しております。そんなことを解説しているうちに立つのへ到着しましたね。はい、辰野に到着しました。辰野でございます。12時43分発この経由塩尻ここからですね、まあ、隣にある、塩尻駅にですね乗りたいと思います。まあ、ここが一番あのローカル線の部分だと思います。まあ、正直、まあ、廃止されてもおかしくないような路線かなと思います。じゃあ乗りましょう。塩尻に到着しました。まあ若干遠回りでしたが、中央線を乗り継いで塩尻に到着しました。ここからはですね、篠ノ井線に乗って、松本本に向かって、その後に、大糸線で糸魚川まで一気に行くっていう工程です。はい、続いて乗るのは13時33分発のですね、松本行きです。若干ですね、列車が遅れているみたいです。まあ松本駅で乗り換え時間23分取ってありますよね。仮に7分遅れで到着したとしても全然問題ありませんけどね。乗客はですね、まあ普通ですね。まあ5両編成あるので、あのまあ3両編成の時より比べたら空いてるのは当然といっちゃ当然ですけどね。松本に到着しました。だいたいですね、高尾から、9時間38分アニグラ地下と8時間ぐらいですかね。まあそれぐらいの時間です。ここから先はですね、今回の、まあ、一番のメインである大糸線を乗り潰していきたいと思います。南小谷行きのですね列車が来ました。車両自体はですね、さっきのあの辰野支線で乗った車両と同じであります。結構乗る人いますね。まあ途中で時期に座れるでしょう。
ご利用します。電車内でお願いいたします。南小谷駅に到着しました。松本からだいたい1時間57分ぐらいですね、かかりました。すごくですね、静かなところです。もう姉ヶ崎出発してから11時間も経ってるんですね。ちょっと今回寄り道していてですね、そんなにね、なんか長く乗ってたような気がしないんですが、もう地図では16時も過ぎております。はい、ここからですね、糸魚川に目指せば日本海側へと到達できます。あともうちょっとの辛抱です。南小谷から糸魚川の区間はですね、非電化区間でありますので、指導車でございます。企業編成の運行です。まあ乗客は少しいますね。はい、ついにここに来てね、1両編成となってしまいました。一番前は
はい、糸魚川に到着しました。糸魚川はですね、JR 西日本の中で、UG8 の中で、最東端に位置する駅であります。しかしですね、糸魚川は新潟県の中で見たら、まあ最西端の方に位置する駅でもあります。まあ結構長くなってしまったので、一旦これ切りがいいので、これ動画は終わりにします。次回もお楽しみに。